皆様こんにちは。今回は Android を一時的に貸し出すのに最適な画面の固定機能を解説させていただきます。 Android には画面表示を一時的に固定できる画面の固定機能が実装されています。この機能は例えば Google マップの表示を固定してナビゲーション中の画面落ちを防止したり、ゲームを行っている際の画面落ちを防止するなどで役立つ機能です。また画面の固定を解除して改めて Android を利用する際にロック解除操作を必須とするセキュリティ機能を併用することもできるため、 Android を一時的に貸し出す際にも活用できる機能となります。ただしこの画面の固定は全ての Android で利用できるわけではなく、一部の Android では利用することができません。 Android の画面の固定機能を利用するにはまず設定を行う必要があります。 Android の設定を開き、セキュリティをタッチします。セキュリティページを下にスクロールして画面の固定をタッチします。表示された画面が画面の固定の設定画面です。画面の固定自体のオン・オフのほか、画面の固定解除時のロック解除操作のオン・オフ設定も行うことができます。このロック解除操作をオンにすると Android のロック解除操作で設定しているピン、パターン、パスワードの入力操作が自動で適用される仕様となっているので、これらの設定を行っていないと利用することはできません。画面の固定を実際に使う方法は、 Android のタスクボタンをタッチしてタスク画面を表示し、固定するアプリのタスクカードに表示されているピンアイコンをタッチします。これだけで画面の固定が行われます。画面の固定を解除する方法は Android によって若干異なります。大体がバックボタンとタスクボタンの同時長押しか、タスクボタンのみの長押しです。この解除操作は機種ごとに表示されます。画面の固定の解除操作を行うと画面の固定が解除されますが、設定でロック解除操作をオンにしている場合は Android のロック画面が表示されます。つまり Android のロック解除方法を知らないと、これ以上 Android を勝手に利用することができないわけです。Android の画面の固定機能は、その仕様を理解して活用できるようにしておくと、Android を貸す状況になった時に役立ちます。ぜひ参考にしてみてください。以上、Android を一時的に貸す出すのに最適な画面の固定機能の解説でした。